スポーツファンの皆さん、こんばんは。東京水道橋の後楽園ホール、今晩のメインイベントは日本フェザー級チャンピオン浅川誠二がフィリピンジュニアフェザー級のリック・バヘロットを迎えての10回戦です。浅川はこの試合に勝たないことには世界挑戦へのチャンスが訪れません。そして今日のこの試合は元 WBA 世界フライ級チャンピオンレパード玉熊選手の引退記念試合です。放送席にはつい先ほど10カウントのゴングを聞かれた、元チャンピオンにおいでいただいております。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。あの10カウントのゴングを聞かれた時の心境はいかがでしたか？もう引退はもうとっくに決意してたんですけど、やっぱりあれ聞くと感傷的になりますね。そうですか、はいはい。さて放送席はいつものように解説をお願いしております。元世界チャンピオンのお二人です。ファイティング原田さんです。よろしくどうぞ。浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれではここでそのレパード玉熊選手の最後のスパーリング、さらには引退式の模様をご覧いただきます。特別スパーリングを行います。赤コーナー、元WBA世界フライ級チャンピオン、国際本日はお忙しいところレパード玉熊の引退試合に対して遠くは北海道からそして九州から愛媛からたくさんのボクシングファン並びに後援者のご来場いただきまして大変ありがとうございました。残念にも今回網膜剥離で引退をしますけれども、彼のそのボクシングに対する情熱は消えておりません。
これからジムのトレーナーとしてやっていくんだという私に言ってくれました。短い8年間の選手生活でしたけれども、今後とも変わらない玉熊のご声援をよろしくお願いいたしまして、ご挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。じゃあ一言だけ、ボクシングファンの皆さん、講演者の皆さん、またボクシング関係者の皆さん、長い間本当にありがとうございました。それではここで、長年にわたりましてボクシング界に素晴らしい功績を残しましたレバーと玉熊選手を天ゴングでお送りしたいと思います。引退を決意されてから半年以上が経ちましたけれどもね、今のスパーリングを拝見しますと、まだまだこの体型、体格、現役当時そのままじゃないですか。まあ一応トレーナーとして動いてるんで、まあ少しは、走ってもいらっしゃるんですか。いや走りはしてないんですけど、まあマスとか軽くやってるんで。なるほど。まあそのトレーナーとしてですけれどもね、先ほど今日の前座の試合で、同門の長澤忍選手後輩のデビュー戦がありました、その時にはスパー、セコンドとして立たれましたけれどもね。あ、はい。まあうちのジム今選手がいないんで、彼が一番の、筆頭というか、有望格です。なるほど。それでスカッと勝ってくれてホッとしてるんじゃないですか。ホッとしてます。そうですね。でこれからはですね、今あの、まあ、トレーナーというお話ありましたけれども、どんな抱負を持って、後輩を育っていこうというふうに考えていらっしゃいますか。やっぱり、まあ、自分のボクシングで、まあ、世界チャンピオンになったんで、自分のボクシングを教えていきたいんですけども、まあ、いろいろ自分に合った選手に教えていきたいです。自分に合った選手、つまりテクニックが使える選手を選んで。そうですね。あと、体型とかで、はい、あとはもういろいろクラッシャー三浦とかコーチがいるんで、そっちに、ま、任せて、はいはい、楽しみにしています。あ、どう。さてこのレパード玉熊選手の引退記念特別番組、11月の20日の夜皆様にお楽しみいただくことになっております。どうぞご期待ください。さて、玉熊さんにはですね、このままこの放送席で、今日メインイベントを一つお楽しみいただこうと思います。さて、2つ素晴らしいニュースをここで皆さんにご紹介いたしましょう。まずはこれです。 WBC バンタム級のタイトルマッチ、辰吉丈一郎選手の初防衛戦、来年の2月6日木曜日大阪府立体育会館で行われることが決まりました。相手は韓国 WBC 世界5位リー・ヨンフン、強打者です。そういう無敗優選手とやりたいのが僕の夢ですからね。また2月6日の試合は勝たさせていただきますんで、一生懸命頑張ります。そしてもう一つ、去る11月の11日月曜日 A 級トーナメントジュニアフェザー級の決勝で、ダイナミックグローブではおなじみの日本ジュニアフェザー級に葛西雄一定権ジムが見事なナックアウト勝ちを収めまして、さらには合わせて最優秀選手賞を獲得して現金80万円をものにしております。次とりあえず日本タイトルですけど、もう取ってチャンスあればもう世界でも本当狙えれば狙いたいですね。本当にこれが葛西雄一です。さて、先にそれでは浜田剛さんに伺いましょう、はい、この葛西雄一ですけれどもね、はい、自分でも後で VTR を見て、はい、あんなにタイミングよく、はい、パンチが出たとは思わなかったというふうに言ってましたけれどもね。まあ、ここ一戦一戦順調に伸びてきましたからね、はい、そして
この前の試合とその前の試合2試合で急激に伸びてきましたね、うん、これからやっぱり日本、東洋、世界と行く可能性が本当に出てきましたね。彼はやっぱりまず何かタイトルが欲しいということを言っていますけれども、はい、アメリカへの武者修行という話もありますね、うん、それはやっぱり本田会長のやっぱり世界将来は世界を取る選手だというんで、うん、アメリカでの試合をやらなければダメだなという感じじゃないかなと思いますね、うん、はい。さてそしてファイティング原田さんに伺いましょう、はい、辰吉丈一郎選手の相手がですね、はい、なんと19戦全勝等の KO 勝ちというんですけれどもね。でも本人もやっぱり世界チャンピオンになって風格出てきたですね、うん、そういう言葉にも表れているように、はい、やはり無敗でやりたいと、うん、そういうような感じを受けましたんでね、非常に頼もしいですね。そうですね、やっぱりそれをやってくれるからこそまた人気出てくるんですよね、はい、だから期待が大きいけども、やはりその期待に備えてね、頑張ってくれるんじゃないかと私は思いますね。そうですね、はい、どうぞ2月6日の世界タイトルマッチ辰吉丈一郎の初防衛戦にもご期待いただきたいと思います。さあ今度は世界挑戦目前としております浅川誠二、今日の試合は絶対に負けられません。そのリングの登場を待ちましょう。